野党、カジノ廃止法案を国会に提出。本日おかしな野党がカジノ廃止法案を国会に提出いたしました。このカジノ、政府が徹底的に規制を行い、さらに政府の税収にもなるんですが、それに対し、脱税ばかりで規制もほとんどされていないパチンコについては、 おかしな野党の皆様は何も言えずだんまりを決め込んでしまっております。野党の皆様、こういった火事の廃止法案を提出する前にぜひとも国内において様々な問題を引き起こしているパチンコを早急に 禁止していただくように、廃止していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。